今回、お店でライブペインティングをやってもらおうと思ってるんですけど、はい、ショーの時って多分たった10分ぐらいの間にすごく横、まあ、7メーター、縦3メーターだけそのぐらいの絵を描かなきゃいけないって言った時に、はい、最初僕らが提案した時に十分どう思った？ね、でかいと思いましたね、今まで一番こう最大の仕事でした、ね、で、できんのかなっていう俺できんのかなっていう心配もあったけどこれやっちゃうよっていうのは俺やっちゃうよそういうすごいでかい機会を与えてくれた喜びっていうか、はい、それに対して僕が答えますよっていう気合はすごい入ってました、ね、本当に僕らも10分の間にできることって思ったんだけど一回ほらリハーサルを大学でやったじゃん、はいはいはい、ためにあれ、はい、あっちの方が緊張しましたほんまによりなんか変なできんのかなっていうのとそうだよ、ねうん、やってやるっていうあの時の方が緊張しましたねいや本当にあの時にこう僕は一つのまあ観客は僕と純くんが手伝ってくれた大学の友達と、はい、とまあ僕のスタッフの3人か4人ぐらいしかいなかったんだけど、はいはい、一つの奇跡を見たなと思ったんだよね、こう時間を10分計りながら音楽もなく入っていく姿を見てその一瞬で出来上がるものっていうもののエネルギーをすごくダイレクトに感じれたからこれってやっぱりすごいなって思ったのはやっぱりどういうことであれどういうアクションであったりどういうハプニングが起きたとしても、うん、なんかやっぱり一つの巨大な絵をやっぱり10分ってやっぱり絵を描くにしたら一瞬だよねそうですねそれでやっぱり僕は無言になるぐらいやっぱり感動できたかなと思って、うん、だからそこの感じをやっぱりショーで人々に見せられてやっぱりショーっていうのは今では映像でも配信できるし写真でもすぐアップされるような時代になってその場にいなくてもってやっぱり言われることって多分多くなってるんだけど、うんうんうん、すごくやっぱり僕らはやっぱりそこにいるそこでしか味わえないとかそこでやっぱり洋服を見せてる意味っていうのを逆にやっぱり常にやっぱ考えることがあって、うんうんだからライブであったりこういう純粋のことであってっていうのがやっぱりすごく重要であって、うん、なんかそこで失敗しても成功してもやっぱり逆にそういうことではなくてって思ってたんだけどね、うんうん、なるほどただそういうことだったんですねあそこで生まれるそのエネルギーっていうのが、はいはいはい、多分ファッションをもともと作ってる種ってあるとすると形があるものではないと思うんだよねいろんな人の感情であったりそういう、うん、綺麗なものが好きでもいいしかっこよくなりたいでもいいしそういうエネルギーというものがこう生み出して世界中をこう半年ごとに変えていってる世界だと思っているのでそういうのにデザイナーもいればエディターさんもいてフォトグラファーさんもいていろんな人たちがそういうエネルギーもんもんとしたような世界がどん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 こう回っている、うん、そこをやっぱり凝縮した世界というのがやっぱりいわゆるファッションショーだと思ってるので、うんその一瞬10分とか半年かけたり1年かけて作ったコレクションが10分のその間にすごく凝縮されるわけですごいことですよねだから10分のその、 ライブペインティングがどれだけの意味を持ったかっていうのはやってる僕らでさえも初めてそこ